コンバース USJ の、USJ じゃない、USA の、どうも、かつやです。今日はですね、忘れていたわけではないんですけど、こちらですね、えー、先日購入いたしました、コンバースオールスター、まあ、日本未発売の CT70、チャックテイラ、こちらのですね、えー、まあ経年変化まではいかないんですけれども、まあ、1ヶ月、 履いてみて、どのように変化していったか、このあたりをですね、まあ感想も含めてですね、僕なりにお話をしていこうじゃないかと思うんですが、これね、あのー、まあ12月の中旬ぐらいに購入いたしまして、もう2月回ってしまったんで、実質ほぼ2ヶ月、2ヶ月経ちそうな気がするんですよね。まあそんな勢いなんですけれども、まあその分、まあプラスに考えたら非常にね、よく履き込めました。 えー、全体的にねな回数でいうと途中までねカウントしてて27回ぐらいでストップしちゃったんですけどもめんどくさくなってめんどくさくなってストップしたんですけど結果的にね3三4 5 6回は履けたので足へのね馴染みとかね急にねグーンとねきましたねもともとはですねこれ買った時にこちらのコンバースのオールスターメイドインジャパンモデル、まあ、当初これを買って でなんかね、なんとなく、こっちにも出会ってしまって、まあ、その分ですね、こういうふうに比較、こんな感じですよっていう動画もね、あったと思うんですけれども、まあ、コンバース、やっぱりね、最近僕、服装もいろいろ変わってきておりますので、まあ、シンプルなところのスニーカー、いいなと思っているわけですよ。まあ、こんな感じで,ですね、今日ね、お話です。お話動画でございます。感想ですね。で、まずですね、 こちらの CT70。何が良かったかって言ったら、もう圧倒的な見た目のかっこよさ。これはね、本当にね、やっぱりわみな、皆さんが言うように、かっこいいなっていうふうにね、もう素直に思うわけですよ。何がね、僕かっこいいかなと思ったら、やっぱソール。もう圧倒的なこのソールのね、存在感。これやっぱいいですよね。後ろのね、あのヒールパッチもそうですし、このツヤ感がね、ある頃、わかりますこのツヤツヤな、 これですね。ここはやっぱかっこいいですよね。メイドインジャパンモデルに関してはこう、艶消しの感じ。まあ一般的なね、コンバースもそうだと思うんですけど、この艶消しな感じ。まあこれがね、消してね、どうってわけじゃないんですよ。これもやっぱめちゃくちゃ履きやすかったし、よりこうシンプルな感じで履けるので、 でまあ、黒もぶっちゃけ欲しいなと思って、まあ、黒持ってるからいらないかなと思うんですけど、まあ、これとこれってやっぱ別物だと僕思っているので、まあ、まあ今日はこっちの話やということでもう圧倒的な、えー、ソールか,かっこいいですねもうここトゥーなんてめちゃくちゃ良くないですかこのね細くシュッとしたねつま先ここのね幅がねこっちと違うの、ね、あもう明らかに違うじゃないですかちょっとこれがね いいんんでですすけど、まあ、ボテッとはしてるんですよねこっちはねシュッとしてる。でこのね若干のこの上がってる感もやっぱりねいいなと思っているわけですよもっと早くに出会っておけばよかったもっと早くに僕が欲しいなと思っておけばよかったかって思っちゃうぐらいやっぱ見た目のね圧倒的なかっこよさ。 壊れましたねで、それからなんですけれども、これどういう風に、この価格でいいかなこっち映すど,、まあ、どっちでもいいか。えで、で、それで、あの、クッション製、クッション製に関しては、えっ、ー、とね、このメイドインジャパンモデル、1枚ね、なんだかんでってね、インソールをね、 敷いてるんですよ。インソールを敷いてるんですよ。で、こっちに関しては、えー、CT70 に関しては全くそれしてません。なぜかと言ったら、もうこれ、このインソール、この分厚さですよ。これ、もうこれがあるから、全くその、まあ必要性はないわけですね。で、まあ経年変化なので、ちょっとね、ただここら辺が、 ほつれてきてきるる感はあるけどまあ見えないところはそんなね気にすることはないかなと思っておりますで、えー、中の方もまあ、少しここかかとのこすれは見えるかなあるぐらいなんですけれどもなんか全体的にあの糸が切れたりだとか生地がすれてっていうのは全くねまあ全然言っても1ヶ月ちょっとしか生えてないんでその辺りは心配ないかなと思っておりますがやっぱこのね ソールのかかとかかとやっぱ弱いんでかかとのねホールドバッチリですねでえー、っとホールドといえばですねこれねやっぱり若干幅が狭い感じはあるので最初ねあのー、まあソールが厚いっていうのもあってかなり締め付けはあってはちょっとちっちゃいのかなと思ってたんですよまあ言ってもねこの縦のね長さに関しては全く問題なかったんですけど僕の足の形のねあのー 話でいくとやっぱちょっとね幅が狭いなっていうようなね印象はあったんですよただ生地もしっかりしてるしこれって履き続けて履き続けて馴染んだらそのあたり解消するんではないかなと思って履き続けたらそこも解消できました、えー、しばらくね生えててねちょっと気になった部分といえば僕の場合こっち左足左足のここの親指のね付け根ら辺が ここにね、別生地が貼られてますので、えー、日本製これ別生地ございません、ここですね、ちょっとこう柔らかいんですよね、えー。別生地が貼られているので、ここがちょっと親指と当たって、痛みはちょっと疲れまではいかないんですけど、当たってるなっていうのはあったんですけれども、まあそれもね、吐、えー、き、吐、えー、いて、吐いていったらですね、まあなじみって出てくるじゃないですか。もうそれもう多分ね、 僕の足の足形に多分なってるんですよもうほぼほぼ,ほぼほぼほぼなってるんでただもともとだから幅が狭い幅が狭くてクッションがしっかりしてて、まあ、生地もね硬くてねあの厚い感じの生地なので日本製はねこう柔らかいんですよ日本製は日本製、まあ、ペラペラじゃないんですけどね柔らかいんですよ硬くてしっかりしてるのでホールド感グッとねホールド感締め付けはねありました こっちを下に向けよう下に向けて僕の顔より CT の方がいいえー、とこちらの画角に変えてみましたいかがでしょうかでねだからまあ言ってもね1ヶ月ちょっとしか履えてないのでなんかここがボローくなったとかっていうのは全くないですねあとはこのツヤがあるじゃないですかツヤがあるから本当にね汚れにくい ツヤなしの場合って結構汚れついたんですけれども、こっちはね、全然汚れが付着しないので、まあメンテナンスっていうほどのことでもないんですけれども、なんか非常に楽でしたね。で、かかと、かかとはね、少し気持ち減ってる感はありますね。ただ僕の場合、車移動がほとんどで、アスファルトをひたすら歩くってことがそんなにないので、まあ、2ヶ月ぐらい経つ割には、 こんな感じかなっていうような印象ですね。先の方もほぼほぼ変わらないかな。で、それからですね、僕、もう一つね、素晴らしいなと思ったのが、ここ、ベロですね。タンですね。シュータンですね。これって、メイドインジャパンモデル履いてる時って、もう頻繁的にこうずれるんですよ。ほぼほぼずれるんですよ。結構しょっちゅう戻してたんですよ。こういう風に。ほんとにしょっちゅう。 もう1時間に1回ぐらいぐらいの勢いでしょっちゅう戻してたんですよでこっちに関しては CT70 に関しては全くねずれない履いてる時それね素晴らしいなと思ってもう全くですもう1日履いてても1日って言ってもだから、えー、78時間10時間ぐらい履いてても全くずれがゼロだったんでここはねもうグッドポイントもう最高ですね で、それからですね、えー、っと、ま、たいさっきね、話しちゃったんですけれども、経年変化でいくと、えー、紐、紐の状態です。1ヶ月履いた時の紐の状態ですね。ちょっとこう、毛羽立ってはきてるけど、これはもう仕方ないことでしょ。あとね、こっちに比べて、この金属の素材が違うんでしょうね。ちょっとま、確かに光沢があってツルっとしてるんですけれども、 このね、金属の汚れがね、汚れの付着はね、そんなに、ほぼ、ほとんどない感じかな。若干ついてるけれども、ジャパンモデルはね、結構ね、えー、っとね、結構こういう風に、見えるかな見えないかな結構こんな感じでね、しっかりついちゃうんですよ。まあ、これはでも仕方ないこと、金属とね、布のね、あの、関係性、関係性。あとは、 端ですね。えー、端の部分。ベロの部分ですね。こんな感じになってきてます。若干ここの擦れで黒い部分が気持ち白っぽくはなってきてますね。少しね、心配してた。ここら辺、ここら辺。気持ち心配してたんですけど、糸が切れるんじゃないかなとか思ったんですけど、その辺はなんとか大丈夫かな。うん。まあでもこんなもんでしょうね。 そのあたりね比べるとねジャパンモデルの方が作り的には結構しっかり縫えてるかなというような印象ありますねちょっと粗めっちゃ粗めかなまあでも全くその辺は気にならない気にしないレベルでございますそれからまあさっきのかかとも含めてソール部分 このような感じですねただ本当は履く頻度履く状況場所、えー、車移動なのか電車移動なのか徒歩移動なのかでね随分ねまあ変わってくると思うので100%これが1ヶ月後ですよっていうようなね感じではないと思うんですけれどもまあそれなりにねあの若干気を使ってね履いていた部分もあるんで、まあ、比較的綺麗かなというようなね、えー、感じはねございますちょっと履いてみようか。 まあね実際履いてみるっていうのも一つかなと思いますので履いてみたいと思いますやっぱりねここなるべくね絞って履きたいわけですよ絞って履きたいけど僕足のね幅がねちょっとね広いんでまあ理想通りのこの絞り具合もうこればっかりねもうサイズ多分上げないとその理想通りのねあの履き方にはならないかなと思うんですけどこれ以上ちょっとサイズが大きいと。 あれかなとも思いますしねちなみにね27.5でございますこのねフィット感ホールド感決して今日ね厚い靴下じゃないんですけれどもほんとしっかりホールド感フィット感はねガツンときますよねでなるべくギュッとねギュッとこうした方がいいかなギュッとねしてしっかりと結ぶ感じ ここがほんとねずれないんですよねこれ素晴らしいなと思うまあ履くときはここら辺まで紐を緩めてうんいいねやっぱりねこれはいいわやっぱ見た目はねかっこいいよね決してね僕がね詳しく説明はできないんですけれどもほんと こんな感じだよっていいいうのが伝わればいいかななと思っております色違い欲しくなるよ、ね、だから僕の足の幅で27.5で紐のね、えー、結び方はこれが限界かななるべくねちょっときつく締めた方がかっこいいっていうことだったんでこれ以上ただ締めつけちゃうと足がねめっちゃ痛くなっちゃいそうな気がするんでまあもうこんな感じですかねうん。 いかがでしょうか、うんこういったイメージでございますやっぱりねこの上から見た時のこのつま先ここですねこれはかっこいいよねでこういったデニムとのねシンプルな合わせもう後ろのねヒールパッチもしっかり見えているとは思うんですけれどもやっぱかっこいいっすよねうんで履き心地もしっかりホールド感があるし まあ最初このね締め付け具合でこっち側の親指の付け根まあここにね別生地が付いてるんでまあちょっと痛かったりはしてたんですけどそれはもうね全くもって解消されておりますいいですねこのここら辺のボリュームここら辺のボリュームめちゃくちゃいいよねかっこいいなツヤ感もいいしうんこれはね本当に買ってよかったし馴染みもだんだん良くなってきてあとはねいかに かっこよく汚すかだと思います。 はい。いかがでしたでしょうか今日はですね、こちら、えー、コンバースオールスター日本未発売モデル。コンバース USJ の、USJ じゃない、USA の、えー、なんだっけ ?CT70、CT70 CT の1ヶ月履いた後の経年変化という動画でございました。やっぱりね、もう圧倒的な見た目に惚れましたね。えー、ただ、こっちのコンバースの、えー、オールスター、メイドインジャパンモデルはスッキリしたシンプルなデザイン。これはね、あの、まあ、そのあたりも含めて、 まあ違いがねよくわかるようでかつ、えー、なんてて何を言ってるんだ <laughs> ということで要するにね「USJ」って言った時から動揺がということで何が言いたいかって言ったら1ヶ月生えて、えー、感想としてはもう見た目に惚れたあとクッション性抜群存在感たっぷり、えー、またね欲しくなっちゃうようなスニーカーだっていうことでございましたでは本日もご視聴ありがとうございましたおかつやしでしたではまた見てください これってだからなんか海外のサイトで何とかって言ってと有名なところがあるらしくてそこだったら大体1万円ぐらいで買えるらしいんですよねちょっと調べてみようと思うんですけれどもなんかもうほんハマったらねやっぱローテク系のスニーカーハマったらっいっぱいいろいろ欲しくなっちゃうけれども,も最後まで USJ からの最後までの動揺がマフ、まあ、コンバースオールスター2足でございます。